競技に必死すぎて肉体が限界を超えてみてここまで稼働するなら資格を気にせずプレイできるの。あ、このシャフドね。シャフド大好き。オタクは。はい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 。おかしいおかしい。これは死んでますね。申し訳ないですが。フクロウか。フクロウ以外なら死んどる。これだろ。どうだ。はい、正解。首がくるりんぱ。これちゃんとこのオチのコマもくれるんですよね。スポーツマンってすごい。私はそう思った。彼だけじゃなくこっちの人も。選ばれたスポーツマンみんな克服が進化してるの。さすが雑魚とは違うの。うるせえ雑魚と言いやがって。私は雑魚じゃない。でも見て、よく見たらありえ、え、どうだ、ありえない高さなのか。え、これぐらいはあるのでは。でもこれはシャフドでは。これシャフドは実は、シャフドって作画崩壊だったんですか。このゲーム気強いわね。シャフド、シャフトに喧嘩売ってんのやばいですわよ。シャフドはアウト。シャフド嫌じゃない。一緒に化け物語見てて、え、面白いですよ、ね、ったら、あ、今の作画崩壊だね。あ、今のだって骨格無理だもん。今の作画崩壊だよって言って来られたら、私は結構、え、演出とかわかんないタイプって言っちゃいますわよ。一緒に見たくねえアニメ。あ、少女漫画。偶然の再会にドキドキするあまり視界が歪んじゃった。それとも世界が歪んじゃった。え、これ見たことあるわよ。これはこれはキャラデザの、キャラデザの問題だから。私の好きな好きな話をしているな。これキャラデザの問題ですから。君と出会った瞬間、世界が変わったんだ。私、奥の人間と比べると、でもキャラデザ的にかっこいい方がいいじゃない。そう、クランプならよし。ホリック大好きですわよ。クランプならこれぐらいの。クランプの世界はね、長いのよ、体がね、筋なんないわよね。クランプなら OK。 クランプの世界は頭身が高い。高さが合ってないのな。どちらに問題があるんだろう。浮いてるの、それとも沈んでるの。あ、これね。